俺は宝箱を探し求めている海賊カザッシーだ。ある時、スイート国際の玄関前で宝箱を見つけた。中を開けてみると、なんと空っぽ。ゴビーン。皆さんこんにちは。私たちは SA の授業でチャリティー文化を広める活動をしています。そこで私たちはチャリティーショップを開催しようと思っています。チャリティーショップというのはイギリス発祥のリサイクル・リユースのシステムです。不要になったものを寄付してもらい、それを安価で販売することで本当に必要としている人に有効活用してほしいという考えからできたものです。そこで出た売り上げは全て寄付されます。皆さんは玄関前に宝箱が設置してあることを知っていますか？ここに皆さんのいらなくなったものを寄付してください。集めているものや詳細についてはこちらのポスターに書いてあって各クラスに掲示しているので、確認の上宝物の寄付をよろしくお願いします。せーの、みんなで宝箱をいっぱいにしてカザッシー。